ロシア潜水艦に対する海上自衛隊の作戦としては、以前より宗谷海峡と対馬海峡の2つの海峡に対する警戒を強めることにより、多くの船を沈められてしまえば日本の経済はストップしてしまう。潜水艦発射弾道ミサイル16機を装備しており、今までの原子力潜水艦の2倍から3倍の能力を持っていると言われている。ロシア海軍 VS 海上自衛隊、戦力を比較、対潜水艦戦が鍵を握る。世界一広い国土を持つロシア、海岸線の長さは2万331海里にも達し、北は北極海、東は太平洋に面しており、カスピ海、バルト海、黒海にも接している。現在ロシア海軍はこの広大な5つの海域に北方艦隊、太平洋艦隊、バルト艦隊、黒海艦隊、カスピ小艦隊をそれぞれ配備している。1991年にソ連が崩壊してから、ロシアの軍事予算は大幅に削減され、それによりロシア海軍の艦艇の稼働率は著しく低下した。ソ連崩壊後に建造された艦艇は2007年になるまでステルグシチー級フリゲート艦1隻のみという状況であった。しかしその後、2000年に政権を取ったプーチン大統領は海軍力の再建に着手した。ロシアの経済が好転したこともあり、国防予算は増加し、2000年以降はロシア海軍の再建に目処がつくようになった。今またロシアはかつてのソ連海軍を復活させようと戦力を増強してきている。ロシア海軍と海上自衛隊の勝負。ロシア海軍と海上自衛隊の戦力を比較してみると、水上艦艇においては海上自衛隊がロシア海軍を大きく上回っていると言えるが、潜水艦についてはロシア海軍は海上自衛隊の3倍以上を保有している。このことから最終的にはロシア潜水艦隊と海上自衛隊の水上艦艇および対潜哨戒機との戦いが勝負の行方を決めるものと思われる。ロシア潜水艦に対する海上自衛隊の作戦としては、以前より宗谷海峡と対馬海峡の2つの海峡に対する警戒を強めることにより、ロシアの潜水艦を日本海に閉じ込める方法が取られている。これによりロシア潜水艦は太平洋に出られなくなるのである。またそれ以外にもソーサスと呼ばれる集音マイクを備えた海底ケーブルを設置し、それを幾重にも張り巡らせて通過する潜水艦の音を拾うことにより侵入を探知するという方法も取られている。島国である日本は石油をはじめとするあらゆる資源を外国から船で輸入している。もし敵国の潜水艦にその船の海上交通路となるシーレーンを攻撃され、多くの船を沈められてしまえば日本の経済はストップしてしまう。太平洋戦争において日本が敗戦したのも B-29 による本土空爆だけではなく、南方方面より石油を運んでくる船をアメリカ潜水艦に多数撃沈されたことが大きな要因の一つだったといえる。今後も日本はシーレーンを確保するため、日々対潜水艦能力の向上を図っていく必要がある。では具体的にロシア海軍と海上自衛隊の戦力を比較していこう。ロシア海軍の海上戦力。現在のロシア海軍はこのようになっている。ロシア海軍の中核を成すのは空母よりも潜水艦であり、タイプの異なる4種類の潜水艦を保有している。まず戦略型原子力潜水艦であるが、これは弾道ミサイルを搭載する原子力潜水艦であり、ロシアの核戦力の要となる存在で、現在13隻を保有している。注目すべき存在はボレイ型原子力潜水艦である。全長170メートル、排水量14,720トンという大型の船体に533mm 魚雷発射艦6門と SLBM 潜水艦発射弾道ミサイル16機を装備しており、今までの原子力潜水艦の2倍から3倍の能力を持っていると言われている。ロシアはこのボレイ型潜水艦を3隻保有しており、5隻が建造中で
最終的には14隻を保有する予定である。そして巡航ミサイル搭載型原子力潜水艦は8隻を保有している。現在自衛隊が敵基地攻撃能力保有の一環として検討しているのがこの巡航ミサイル搭載型の潜水艦である。ロシアはこれ以外に攻撃型原子力潜水艦を19隻保有している。この潜水艦は主に敵の水上艦艇や潜水艦を攻撃する役目を持っている。その他には通常動力型潜水艦を21隻保有している。その中でキロ級潜水艦は性能が良く静音性に優れているため中国やベトナムに輸出されている。水上艦艇についてはロシア海軍唯一の航空母艦であるアドミラル・クズネツォフを保有しており、巡洋艦についてはキーロフ級を2隻、スラバ級を2隻保有している。なおスラバ級のうちの1隻であるモスクワはウクライナ戦争で対艦ミサイルネプチューン2発が命中し撃沈されている。駆逐艦についてはウダロイ級駆逐艦が9隻、ソブレメンヌイ級駆逐艦3隻を保有している。巡洋艦や駆逐艦についてはいずれも就航が1980年代の老朽艦である。ロシア海軍は古い艦が多く最新のシステムなどが搭載されていないのが特徴だ。一方海上自衛隊は最新のイージスシステムを搭載した艦艇が建造されており、アメリカと日本にしかない能力を有している。海上自衛隊の戦力。海上自衛隊の戦力はこのようになっている。人員はロシアよりも少ないものの艦艇の数は多く、対潜哨戒ヘリコプターを搭載したヘリコプター搭載型護衛艦を4隻保有しており、これらは主に対潜水艦任務についている。そのうちの2隻である出雲と加賀は空母としても使用できるよう現在改修工事が行われている。イージス艦は金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻を保有しており、弾道ミサイル迎撃および艦隊防空の役目を担っている。また高い防空能力を持った新鋭艦秋月型は4隻、それと同型で対潜水艦能力を向上させた朝日型が2隻、それに汎用護衛艦として高波型を5隻、村雨型を9隻、朝霧型を8隻保有している。それ以外には沿岸防衛用として阿武隈型を8隻保有している。また多機能護衛艦として現在建造が進められている最上型は機雷戦や揚陸作戦など多様な任務に対応可能な護衛艦であり、今後22隻が建造される予定である。航空機については固定翼哨戒機74機のうち P3C は順次退役し P1 に置き換わっていく予定である。それ以外に EP3 電子戦データ収集機、OP3 画像データ収集機、哨戒ヘリコプター83機、MCH101 掃海輸送ヘリコプターを保有している。潜水艦については、親潮型が9隻、双竜型が12隻、そして最新鋭の大鯨型を1隻保有しており、現在22隻体制を維持している。海上自衛隊の特徴は、高い対潜水艦対処能力を持っていることであり、作戦行動中の敵潜水艦を探知し攻撃する能力を持っているのは世界でもアメリカと日本のみと言われている。では日本とロシアの最新の装備を比較してみよう。日露の最新艦艇と装備。ロシアの新鋭多目的フリゲート艦がグレメアシチである。基準排水量は2500トンで、全長は106メートル、最大速力は27ノットである。兵装は A190-100mm 単装砲1門、そして垂直ミサイル発射システムの VLS を艦首に8機、艦尾に4機装備しており、そこから各種ミサイルを発射することが可能である。クラブ巡航ミサイルは、潜水艦、水上艦艇、陸上などの
あらゆるプラットフォームからの発射ができるミサイルで、対地攻撃型は射程が約2000から2500キロメートルあり、アメリカ軍のトマホークと同等の性能を持っている。オーニクス超音速対艦ミサイルは新世代の対艦ミサイルで、電波吸収材が使用されており、従来のミサイルよりレーダーに探知されにくくなっている。射程は約300キロメートルで、通常は3発を1組として運用し、その中の1発がレーダーを作動させ他のミサイルに指示を出す仕組みになっている。一方、海上自衛隊のイージス艦ハグロは、海上自衛隊としては8隻目の最新鋭イージス艦である。基準排水量8200トン、全長170メートル、最大速力は約30ノット、兵装は127ミリ砲を1門装備しており、対艦ミサイルとして17式艦対艦誘導弾を8発搭載している。このミサイルの射程は約400キロメートルで、ミサイルの中間誘導に GPS を用いているのが特徴である。これにより座標を入力すれば地上目標への精密攻撃も可能となり、発射後でも目標に関する情報を更新することが可能である。ハグロはマーク41垂直発射システムを備えており、弾道弾迎撃ミサイル SM-3 ブロック 2A ミサイルを発射できる。迎撃高度は SM-3 の2倍の約 1000km となっている。対空ミサイルとしては新しく SM-6 ミサイルが配備される予定であり、射程は 300km で、対空、対艦、弾道弾迎撃が可能となっている。またアタゴはレーダーでは探知できない水平線の先にある敵機や超低空ミサイルなどの目標についても、上空から航空機が探知したデータを受信することで攻撃できる CEC と呼ばれる共同光線能力を備えており、海上自衛隊では現在マヤとハグロの2隻だけがこの能力を有している。次の動画では最新イージス艦ハグロのスペックと任務についてより詳しく解説しよう。